はい、太郎丸です。今回は最新映画千尋さんの感想レビューをしていきたいと思います。監督は今泉力也、主演は有村架純、原作は安田博之さんの同名コミック千尋さんとなっております。僕は原作コミックは読んだことはないんですけれども、なんか名前だけは聞いたことがあるような気がします。なんだっけかな、 YouTube の CM だか広告だかでこの作品の名前をなんか見たんだっけかな、ちょっと覚えてないんですけど、こうして映画化されるわけですからね、原作漫画も相当優れた内容なんじゃないでしょうか。この映画ね、劇場公開はもちろんされているんですけど、公開規模がね非常に少ないんですよね。東京都心で4館だったかな、まあそれぐらいしかねやってないんですよ。でこの映画を映画館で見たいっていう人はわざわざね東京まで行かないといけません。地方の人はねなかなかそれはちょっとハードルが高すぎますよ。ただ幸いなことにこの映画ネットフリックスで配信されているんですよね。ネットフリックスに加入していれば無料でこの映画を見ることができます。僕もねネットフリックスでこの映画を見ました。主人公は海辺の町のお弁当屋さんで働く女性千尋さん。この千尋さん実はちょっと変わった経歴を持っていて、なんと元風俗嬢だったという、まあ、異色の経歴を持っているんですよ。風俗嬢っていうと、まあ、あんまりこう聞こえがいい感じはしないですよね。まあ普通だったらこうあまり自分が風俗嬢だったっていうことを他の人に喋りたくはないと思うんですけれども、千尋さんは違うんですよね。まあ普通に、あ、私元風俗嬢だったよみたいな、普通にそういうことをね自分から言ったりするんですよ。彼女は自分のありのままの姿を隠さずに生きているんですね。そして彼女のもう一つの特徴として、誰とも分け隔てなく接するというところがあるんですよ。ホームレスのおじいさんや小学生の悪ガキ、そして自分を隠し撮りしている高校生にまで誰とも分け隔てなく平等に接します。そんな自由に力強く生きている千尋さんの姿を見て、彼女と関わっていた周囲の人々も次第に変化が訪れるのであったみたいな、まあだいたいそんなお話になっていましたね。この映画の重要なキーワードに孤独というものがあります。孤独という言葉はこうなんて言うんでしょうね、どちらかというとあんまりいい印象はありませんよね。孤独っていうと、まあ、一人でかわいそうだとか、まあ、寂しいとか、まあ、辛いとか、まあ、不安とか、まあ、そういったネガティブなイメージがどうしてもありますよね。おそらく多くの人たちがこう他人からこう愛されたいとか友達をたくさん作りたいとか、まあ、そういうふうに思う人がほとんどだと思うんですよ。僕もどちらかというとそういう考えの人なんですよね。たくさん友達がいたりとか、まあ、多くの人たちからまあ好かれたりすればすごく人生楽しいと思うし、人生を、まあ、これから長い人生を生きる上で安心が持てますからね、うん、でもこの映画ではむしろその逆なんですよね。たくさんの人から愛されたりとかしなくても孤独でも別にいいじゃんみたいな、そういうことをこの映画では言っているんじゃないのかなと思うんですよね。むしろ孤独を肯定するようなそんな映画なんじゃないのかなと思うんですよね。この映画では多くの孤独を抱えた人たちが多数登場します。まず先ほども言いましたホームレスのおじいさん、そして母親とこう家でもねあまり喋らない孤独を抱えた小学生の悪ガキ、そして高校生の女の子、まあ、この高校生の女の子はね友達はいるんですけれども、その友達とまあ本当の意味で一緒にこういられないというか、まあ、そんな感じの子なんですよね。家族はいるんだけれども、
家族とは本音で話し合うことができずにいる、まあ周囲に人はいるんだけれども孤独を抱えている、心は孤独という、まあ、そんな女の子がいるんですけれども、まあ、こういった多くのさまざまな事情によって孤独を抱えている人たちがこの映画には多数登場します。そんな彼らが、まあ、千尋さんという、まあ、ちょっと一風変わった女性と出会うことによって、まあ、さまざまな人たち、まあ、同じ孤独な心を抱えた人たちがこうつながっていく、まあ、つながったことによってそして癒されていくという、まあ、そんな風にね、あのお話がねなっていくんですけれども、まあ、これを聞くと、まあ、確かにねすごくね綺麗なお話ですよね。小学生の、あの悪ガキの子供、この子は、まあ、シングルマザーの家庭で育っているんですけれども、まあ、そのお母さんとはもう全然喋ることができない、お母さんね忙しいんで、まあ、仕事して帰って寝るだけみたいな、まあ、そういう生活をしていることで、まあ、親子の、ね、関係がこう希薄になっているんですよね。子供は寂しさを覚えているんですよ。そんな子供が千尋さんと出会ったことによって、まあ、お母さんとの関係も良好になっていく、まあ、すごくいい親子の関係になっていくんですよね。そうだからねすごくいい話なんですよねこの映画、うん、まあすごくハッピーエンドっぽいね話がね、まあ、いくつかあるんですけど、実はですね僕はこの映画の主人公千尋さんがそんなにね好きになれなかったんですよね。元風俗嬢っていう設定自体は僕は別に変だとは思わないですけどね、うん、そこは全然いいんですけれども、ただあまりにもねその千尋さんがね、あの例えばまあ先ほど言いましたけどホームレスの人に親切にしたりとか、自分に怪我を負わせた小学生の悪ガキにまでこう分け隔てなく平等に接するっていうのは、いやさすがにちょっといくらなんでも現実離れしすぎていないかなって、こう孤独を抱えて生きている人たちにとってものすごく都合のいい、まあ、そんな主人公になっちゃっているなっていうのが、そこがちょっと気になってしまったんですよ。あとこの映画の中で確かねこんなセリフがあったんですよ。千尋さんは孤独を手放さないみたいな、なんかそんなセリフがあったような気がするんですけど、いや別に千尋さん別にそんなに孤独かなってこの映画を見ているとさ思っちゃったんですよね。いや千尋さんの周りめっちゃ人がいるし全然そこまで孤独じゃないじゃんみたいなそういう風に思っちゃったんですよね。まああれですね、多分心の中での、まあ、孤独感みたいなそういったことを言ってるのかもしれないんですけれども、いや全然孤独じゃないじゃんみたいなそういうふうに思っちゃったんですよね。僕たちの生きているこの現実の社会の中で孤独に生きている人はかなりの数いると思うんですよ。でまあそれこそね本当に家族や友人もいない、それこそねもう一日丸一日誰とも喋ることなく一日が終わってしまうみたいな、まあ、そんな人もねおそらく少なくはないと思うんですよ。で彼らはねそんな孤独な生活を望んではいないと思うんですよね。好きで孤独でいるっていう人はまあそんなにねいないんじゃないでしょうかね。自分のことを愛してくれる家族とか友人はやっぱり欲しいんじゃないでしょうかね。そういう人たちがもしこの映画を見て千尋さんを見て果たしてどう思うんでしょうかね。実際家族とか友人のいない孤独な人生を送るのってかなり怖いことじゃないかなって思うんですよね。まあ、若い時とかは別にいいと思うんですよ、まあ、20代とか、まあ、30代ぐらいまでは、まあ、特にこう支障は来さないと思うんですけれども、例えば50代とか60代、これぐらいの年齢になってくるとやっぱり人間って健康に、ね、不安を覚えてくるような年じゃないですか、まあ、会社とかで働いてる人とかだったらわかるかもしれないけど、
大体50代とか60代の人ってこう入院したりとか、まあ、通院をしたりしてる人ってめちゃくちゃ多くなってくると思うんですよね。会社でね、そういう通院の話をしている人って多いと思うんですよね、うん。まあ、やっぱりそれぐらいの年齢になってくるとやっぱり自分の体とかにね不安が出てくるんですけれども、そういった時にやっぱり頼りになるのが家族だと思うんですよ。まあ、家族がねいるから、まあ、なんとかなるだろうみたいな、そういう安心があると思うんですよね。まあ、でも一人ぼっちの人はそうはいきませんよね。まあ、自分のことは自分でなんとかしなくちゃいけない、誰かに頼ることはできない、うん。やっぱそうなってくると孤独に生きるっていうのはかなりね怖いですよ、うん。まあ、この映画は、まあ、孤独に生きるっていうのも別にそんな悪いことじゃないよ的なことを言ってるとは思うんですけど、まあ、なんて言うんだろう、まあ、そういう孤独を抱えている人を応援するような内容になっているけど、実はちょっと無責任なことを言ってはいないからなみたいな、そういうのはちょっと感じてしまいましたね。役者さんのことで言うとやっぱり主演は良かったですね。有村架純さん、やっぱりね素晴らしい演技をしていましたね。この人本当に今いろんな作品でね、あの名前を見かけることが多いけど、もうなんだろう、もう本当に日本を代表する若手女優ですよね。なんかこの人って、まあ、シーンによってはすごく大人っぽい表情をしているなって思うこともあるし、また別のところではまるで10代の子供みたいな、そういうなんかすごく 若々しく見えるとか、そういうのがあったりしてて、やっぱりこの人って演技力もあるんだなって思いましたね、うん。まあ、顔がいいっていうのもあるんだろうけどね、うん。まあ、顔の、ね、良さっていうのはね、まあ、間違いなく有村架純さんあると思いますね。まあ、でもそれ以上にやっぱり演技力が素晴らしい女優さんだなと思います。それじゃあこの映画にも5点満点中何点なのか点数をつけたいと思います。本作の点数は 3.5 点ですね。有村架純さんが、まあ、主演なのに映画館でかかっているところがこんなに少ないっていうのはちょっともったいないかもしれませんよね。まあ、最もね、ネットフリックスに加入していれば無料で見ることができるから、まあ、いいじゃん的なことなのかもしれませんけど、でも彼女のファンの人はやっぱり大きいスクリーンで見たいって思う人も多いんじゃないのかな。監督だってね、今泉力也さんなのに、なんでこんなに少ないんでしょうね。まあ、それだけ今はもうネットで映画を見るっていうのが、まあ、割と普通になってきてしまっているってことだから、いやでもやっぱり映画館で見たいっていう人はね多いと思うけどね。今泉さんの映画だったら全然映画館で見ますよっていう人いると思うけどね。なんだろうね、ちょっとだけ寂しい気持ちになりました。まあ、こんなところでしょうかね。このチャンネルでは主に映画の感想なんかを、まあ、こんな感じで、まあ、だらだらと喋っています。映画が好きだよっていう方はね、ぜひ僕のチャンネルの方を登録していただけると非常に嬉しいです。はい、という感じで今回はここまでにしたいと思います。バイバイ。